クルブセロ・ポルテーニョは、パラグアイの首都アスシオンのアバリオ・オブレーロ地区を本拠地とするサッカークラブである。1912年創設。プリメーラ・ディビシオンで29回優勝しており、パラグアイで最も人気のあるクラブの一つである。ラオージャという愛称で知られる約4万5千人収容のエスタディオ・ヘネラル・パブロ・ロハスをホームスタジアムとしている。 クラブ名称は1811年1月19日に、ブエノスアイレス軍とパラグアイ軍の間で行われた、セロポルテーニョの戦いに由来している。まだスペインの植民地だったパラグアイ軍は、スペイン本国政府に見放されたが、パラグアイ植民地政府によって戦闘が続けられ、ブエノスアイレス軍から大勝利を収めた。この戦闘はセロムバイで行われ、パラグアイ軍の歴史のハイライトとなった。 1912年10月1日、スサーナ・ルニエスと若者グループによって設立された。この時期のパラグアイはコロラド島とリベラル島という2つの政党が激しく対立し、政府が不安定な緊張状態にあった。このため、設立者は両党の政党カラーをクラブカラーに使用することを決定し、パラグアイ人の団結と友好の象徴として赤色と青色が、 ユニフォームに用いられた。やがてシャツには白色も使用され、パラグアイ国旗の3色が揃った。1913年に初のリーグ優勝を飾ると、1918年の全国選手権プレイオフでは、クルブナショナルと対戦。残り20分の段階で0から2と劣勢だったが、その後4得点を上げて4から2とし、ナショナルを逆転して優勝した。この ゴールの嵐がシクロンというクラブの愛称の由来である。プリメーラディビシオンでは29回優勝しているが、国際タイトルを獲得したことはない。コパリベルタドーレスでは1973年大会、1978年大会、1993年大会、1998年大会、1999年大会、年大会2011年大会でベスト4となったが、 常に準決勝の壁に阻まれている。コパスダメリカーナでは2009年にベスト4となった。2001年にはトップチーム以下、年齢別のすべてのカテゴリーで優勝するという快挙を成し遂げた。2008年5月にはオスワルド・アルギレスが監督に就任したが、成績が低迷して8月には解任され、ペドロ・トログリオが公認監督に就任した。 2010年の FIFA フフワールドカップで美人すぎるサポーターとして話題になったラリッサリケルメはセロポルテーニョのサポーターである。セロポルテーニョのサポーターはセリスタと呼ばれる。最大のライバルはオリンピアとリベルタである。オリンピアやリベルタのファンに上流階級が多いのに対してセロポルテーニョのファンの多くはより低い社会階級であるため一般大衆のクラブとして知られている。 このため、セロポルテーニョはパラグアイで最も多くのサポーターを持つサッカークラブとされている。オリンピアとの対戦はスーペルクラシコと呼ばれ、パラグアイで最も関心を集め、最も権威のあるダービーである。2007年シーズンまではアペルトゥーラとクラウスーラの短期リーグを行った後に1位、同士が年間優勝決定プレイオフを行っていた。2008年シーズンからは、 短期リーグの1位クラブがそのまま優勝扱いとなり、1年間に2つの優勝クラブが誕生する方式に変更された。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。GKDFMFFW。ありがとうございます。